はデザインアトリエかけらのカズです。本日は、配信にお集まりいただき本当にありがとうございます。緊急ですが今日ね、配信の方やらせていただきたいんですけど、今日ねなんで配信やらせていただいてるかっていうと、緊急入荷の宝石がありましたので、なんかその宝石たちが私ね全部一点物でね仕入れをさせていただいたんですが、とにかくね美しすぎて、この美しさをねぜひ皆さんに見てもらいたいっていう目的が一番強いです。はい、そんな目的で今日は、5つの一点物の宝石、ご紹介をさせていただきたいなと思うので、とにかく美しさをね一緒に私と見ていただきたいです。そしてこの美しさを共感していただきたいなと思って今日ね、ちょっと配信やらせていただいてます。で今回、まあ、いつもね、見慣れているこの背景を、背景でね配信をさせていただくんですが、あのサイズとかもめちゃめちゃ大きい子がいたりするので、まあ、今回ねちょっと皆さんが見慣れているこの、背景でね、配信の方させていただきたいなと思います。とにかくね皆さん綺麗な宝石今回スポット入荷しましたので、スポット入荷しましたので、ぜひねこの美しさ堪能していってください。皆さんぜひなんかねお酒とかねお茶とかコーヒーとか飲みながらこの美しさ堪能していただければ、味わっていただければいいのかなと思います。僕もちょっとねお茶とかいただきながらこの宝石の美しさ味わっていきたいなって思います。味わうっていう表現があれかもしれませんが、はい、堪能していきたいと思います。はい、まず今回ねまず一石目皆さんにちょっとご紹介していこうかなと思うんですけど、輝きがねもうすごすぎっていう感じの、はい、スフェーンですね。スフェーンこちらね一点物で仕入れをしてみました。どうですかモニター越しでカラーの感じわかるかな。ちょっとグリーン味かな、まあ、角度によってはイエローとか褐色に見えたりとちょっとねグリーンにも見えたりとかっていうね、そんな高品質のスフェーン一点物で仕入れをしてみました。ファイヤもねすごいですね。虹色の輝きファイヤもねめちゃめちゃ綺麗なスフェーン、皆さんとこのね美しさを見ていきたいと思いますが、サイズねピンセットで持ってこんな感じなんですけど、キャラットで言うと、5.39 キャラットあるねスフェーンご紹介させていただいてます。はい、透明感もねすごくしっかりとあって、なんといってもね輝きのこのギラギラ感ですね。やっぱスフェーンはねキラキラっていう輝きよりかはギラギラっていう表現が合ってるかなっていう宝石なんですけど、このねギラギラ感伝わってますかね。はい、すごくクリーンで輝きもしっかりとあって、で角度によってこう表情がねこんな感じで変わっていくのがこのねいいスフェーンの特徴になります。で今回とにかくいい宝石を皆さんにねご紹介させていただくので、ぜひこういう宝石って大体いくらぐらいなんだろうっていうのもなんか皆さんねちょっとクイズじゃないですが、当ててみてほしいです。なのでちょっと配信中には金額はちょっとお伝えしないので、あこのぐらいの金額するんじゃないかなみたいな感じでちょっとねワクワクしながら最後ねショップページで答え合わせしてみてください。はい、まずはね超綺麗なスフェーンご紹介させていただいてます。これ私サイズ言いましたかね、サイズがね約縦が 11.8mm 横が 9.2mm サイズあるスフェーンになります。裏面こんな感じでお尻が深すぎず浅すぎずっていう感じで、でこの面も広くてすごく綺麗なスフェーンになります。はい、5.39 キャラットですねスフェーン、まず1石目ご紹介になります。まあ、こんな感じで、ね、とにかく今日はね綺麗な宝石、仕入れをしたのでこのね美しさをね味わってもらいたいです。次はねこの宝石はここまで大きい宝石ちょっと僕初めて仕入れたかなっていう感じなんですけどこんな感じでねちょっとね入りきってないですね。ちょっと待ってください、ちょっとこんな感じでアングルを変え
ましょうかね。こんな感じよいしょ。はい、いつもよりかなり引いて撮らせていただいてるんですが、それでもねちょっと入ってないですね。はい、こちらね、続いてね、もう細かな見ていただければ皆さん分かったと思いますが、ロンドンブルートパーズになります。はい、ロンドンブルートパーズ、透明感もすごいって感じで、まあ、サイズがねとにかくすごいんです。はい、キャラットが驚きの52キャラットっていうキャラットのロンドンブルートパーズ、私も52キャラットのロンドンって初めて仕入れをしたかもしれません。しかもねこのサイズなのに、わかりますか、インクルージョンがね少ないっていうのがすごいんです。はい、とにかくねサイズそして品質が素晴らしいロンドンブルートパーズ、約縦がね 22mm、 横が 20mm っていう感じで、ピンセットで持とうとすると、まあ、どんな感じかというと、まあ、こんな感じなので持てないんですよね。とにかくサイズが大きいロンドンブルートパーズ、裏面がねまたねカッティングが綺麗で、まあ、こんな感じでお尻も深いので、このねロンドンブルートパーズの魅力、カラーの深さをね、そして輝きの深さをしっかりと堪能できるビッグサイズのねロンドンブルートパーズ入荷しました。ぜひね黒背景でもこの子見てみたいんですけど、どうですか、カラー深いですね、めっちゃめちゃ綺麗なロンドンブルートパーズ、まあ、ロンドンのね空の色なんていう風に、言われる宝石ですが、本当にね深いカラーの宝石になります。クールさがある宝石なのかなっていう感じですね。かっこいい感じのブルーカラーの宝石になります。はい、このカラーはやっぱロンドンブルートパーズならではのねカラーなのかなって感じで、深さもある、輝きの深さもあり、カラーの深さもあり、さらにね、透明感もしっかりとあるロンドンブルートパーズ、ご紹介させていただきたいと思います。この子はねいくらぐらいかなっていうのをね皆さんぜひ想像しながらショップページで後でね、答え合わせをしてみてください。ということでロンドンブルートパーズね、この大きさはなかなかゲットできないので、今日はね動画に収められてよかったなと思ってます。次はねカラーのね発色がねとにかくすごい、こんな宝石あるんだっていうカラーの宝石ちょっと皆さんにお見せしたいんですけど、ちょっとねまた近くに寄りましょうかね。はい、よいしょ。はい、宝石で蛍光色をねした宝石ってかなり限られてるというより、この子ぐらいじゃないかなと思うぐらいの宝石なんですけど、黒背景で見るとねこんな感じで綺麗なねオレンジからレッドカラーの発色をしてくれるクロコアイトっていう宝石になります。クロコアイト初めて見たよっていう方もいらっしゃるんじゃないかなっていう宝石なんですけど、まあ、クロコアイトねレアストーン、コレクターストーンとしても親しまれている宝石なんですけど、まあそうですね、流通してる宝石って結構な流通数で原石がほとんどかなっていう感じで、まあ、カッティングされてる宝石質のね宝石があまり出回らないよっていう宝石になります。さらにやっぱこのカラーの発色がね目を引きますね。なかなか宝石でこの発色をしてくれる宝石はねないんじゃないかなっていう感じで、面白いですね、宝石ってこんなカラーの宝石もあるんだって感じで、今日ねクロコアイトをご紹介させていただいてます。はい、縦が長くてまたちょっとねクールな感じなんですけど、縦がね約、5.9mm、 横が 2.4mm サイズの宝石で 0.50 キャラットのクロコアイトになります。はい、この子はね美しさもあるんだけど、なんかこうレア度もあり、コレクターストーンっていう感じでね、コレクターの方のね、収集癖をねくすぐるようなそんな宝石になります。はい、クロコアイトですね。この子もね金額なかなか分かりにくいですね。レアストーン、コレクターストーンあまりご紹介しないのでなかなか金額分からないと思うんですが、ぜひねショップページで、あ、この子ってこのぐらいの金額なんだっていうのをねぜひ見ていただいて答え合わせねしていただけたらいいのかなって思います。はい、クロコアイトっていうね宝石ですね、ご紹介させていただきました。そしたらね次はこの宝石はねデザインアトリエかけらでも結構ね、ご紹介させていただくことは多いんですけど、ただ
ここまでカラーが深いこの宝石は本当に久しぶりの登場じゃないかなっていう感じでご紹介させてもらいたいと思います。はい、声も小さくなっちゃってるんですけど、はい、オーバルカットのね宝石で、ただいつもね紹介させていただいてる宝石よりも鉱物的にもかなり大きいかなっていう宝石になります。はい、ベニトアイトをご紹介しましょう。希少石ベニトアイトなんですけど、まあ、皆さんねベニトアイトって言ったら、まあ、大きいがじゃないですよ、大きい、結晶が取れないよってことはね皆さんご存知だと思うんですが、はい、そうなんです。ベニトアイトはねなかなか大きい結晶取れない宝石になるんですけど、今回のベニトはこのサイズ感ですね、かなり大きいです。約縦が 4.7 ミリサイズ、横が 2.5 ミリサイズと、まあ、ベニトアイトの中ではかなり大きめのベニトアイトかなっていうふうに思います。さらにベニトアイトの中でもここまでカラーが深いベニトってなかなかご紹介できないんじゃないかなっていうふうに思います。ほんとねカラーが深くて、ただカラーが深すぎるとちょっとね輝きがないんじゃないかな、透明感がないんじゃないかなっていう宝石も中にはあるんですけど、このベニトアイトに関してはカラーが深いし透明感もしっかりあり輝きもしっかりあるよっていうね素晴らしい品質のベニトアイトね、緊急入荷しましたので、ちょっとこれはもうね皆さんと動画でゆっくりとね眺めながらチャット欄でワイワイしなきゃなって感じでね思ったので今日は配信させていただいてます。ベニトアイト、この品質のベニトアイトいくらぐらいでしょうかということで、まあ、これもねぜひ答え合わせショップページでしてみてください。綺麗ですね、本当に美しい。はい、そしたら続いて最後になっちゃいましたね、早いですね、もう最後になっちゃいましたが、この子はねすごいですよ、トップクオリティと言ってもいい宝石をお連れしました。これはね声が小さくなっちゃいますね、綺麗ですね、めっちゃめちゃ綺麗、もう今日はねこの子に関しても綺麗しか言わなくていいんじゃないかなってぐらい本当に綺麗なこちらの宝石、皆さんこの宝石何の宝石か分かりますかね。はい、このカラーって結構珍しいのかな。はいはい、これねユークレースっていう宝石になりますが、この宝石もまあレアストーンと言ってもいいかもしれません。レアストーンの中でも特にね美しさを持ったレアストーンなのですごく人気が高い宝石なんですけど、まあ、ユークレースって、まあ、カラーレスとか、あとはそうですねピンクとか、あとはまあブルーとかグリーンとかかな、代表的なカラーでいうと、そのあたりのカラーがまあ、有名なねスタンダードなカラーになってくるかなと思うんですけど、まあ、ピンクはね珍しいかな。今回のご紹介のユークレスはブルーからねグリーンを混ぜ合わせたようなすごくなんかこう神秘的なカラーの宝石かなと思います。はい、すごく綺麗じゃないですか。はい、レア度だけじゃなくて流通量が少ないだけじゃなくて美しさがねこれだけあるユークレースは本当にやっぱね人気が高いですし、いや見ててねなんかこう心奪われますね。すっごく綺麗なカラー、そしてカラーだけじゃなくて輝きがねめっちゃめちゃ綺麗なんです。はい、この輝きなんかもう吸い込まれそうというよりなんか吸い込まれたいって感じですかね。ちょっと何言ってんのって感じなんですけど、本当ね吸い込まれたくなるようなカラーをしてますね。これはね見とれちゃいますね。はい、ラウンドカットでねかなり大きめのユークレースになります。 6.5 ミリサイズ 1.17 キャラットのユークレース今日ねご紹介させていただいております。はい、声がちっちゃくなっちゃうんですけど、まあ、声がね小さくなる理由もわかるんじゃないでしょうか、これだけ綺麗だと。はい、ユークレースね私もすごく好きな宝石なんですけど、いやーやっぱね綺麗ですね、もう綺麗しか言ってないですねさっきから。まあでもね綺麗な宝石は本当綺麗という言葉で、ね、ご紹介するのが一番いいんじゃないでしょうか。皆さんもね綺麗って言ってくださってると思うんですけど、まあ、たまにはねこんな感じでねいい宝石をゆっくり眺める回みたいのもねいいんじゃないでしょうか。はい、ということで
ユークレス、これはもう本当トップクオリティと言ってもいいんじゃないかなと思います。はい、金額はやっぱりね、ここまでやっぱ品質良くなってくると、そしてサイズもこれだけあるのでしっかり金額するんですが、ぜひね、宝石好きの皆さん、このユークレスね、いくらぐらいかなって想像してみてください。ぜひね、こういったね、高価なね宝石もぜひね、この相場感みたいなのを皆さんね身につけていただけたらいいのかなと思います。はい、とっても綺麗なユークレースですね。これは本当になかなかご紹介できないので、ぜひ皆さんね、最後、まあ、黒背景でね、目に焼き付けていただけたらいいのかなと思います。ちょっとねアップにしてね、このユークレース見てみたいですね。ちょっとアップにしていいですかね。ちょっとだけお待ちください。はい、お待たせしました。はい、アップにするとね、こんな感じで、もやっぱね、アップにしても相変わらず美しいユークレースさんになりますが、これはね、なんかずっとなんか1時間ぐらいこう光当ててね、こう眺める回みたいなのをちょっとやってもいいかもしれないですね。こんな感じでね、光ちょっとこう動かすと、またね、この宝石の魅力っていうもの、輝き方っていうのもね、異なってくるので、まあ、いろんな角度でね、宝石は光当ててあげるといろんな表情を見れるので、まあ、ぜひね、まあ、今ね、ご紹介させていただいている宝石は高価なね、宝石とかになるんですけど、まあ、ご自宅でね、お手元の宝石なんかも光当ててね、ぜひゆっくり眺めていただいて、楽しい時間をね、過ごしていただけたらいいのかなっていうふうに思います。ということで、今日はちょっとね、緊急ではあるんですが、こんな感じで、いい宝石をね、ご紹介させていただいて、まあ、ゆっくりね、皆さんと、まあ、この美しさ、共感、共有できたんじゃないかなと思います。はい、でね、今日最後になるんですが、最後ね、実はちょっと数少ないんですけど、宝石パックもちょっとご用意させていただいてて、何が何石入るかお楽しみなんですが、いい宝石ね、欲しいよっていう方に特におすすめしたいなっていう宝石パックご用意させていただいてます。1万円が3個、そして3万円が3個、3名様ずつですね、ご用意させていただいてます。こちらどんな宝石が入るかお楽しみですが、いい宝石欲しいよっていう方にね、特におすすめしたいなっていう宝石パックになります。そして1名様だけ限定で、今回10万円、20万円、30万円、それぞれ1名様限定で今回ご用意させていただいてます。こちらもですね、何席入るかお楽しみではあるんですが、とにかくね、いい宝石欲しい方、今回いい仕入れできているので、ぜひですね、気になる方手に取っていただけたらいいのかなと思います。はい、ぜひですね、またこんな感じで、ゆったりね、綺麗な宝石眺める会やりますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。はい、そうしましたら、今日はね、こんな感じで配信終わりにしたいと思いますが、たくさんの方にね、急遽ですがお集まりいただき、とても嬉しく思います。ぜひ金額の答え合わせショップページにてしてみてください。それでは、本日は、配信のご視聴本当にありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。